午前5時45分です。ご覧ください。宮田市された神輿が1体ずつ道後の広場にやってきました。会場熱気も高まってきています。こちらも4年ぶりに制限なしでの開催となった道後地区の秋祭り。伊佐庭神社という神社から7体の神輿が宮出しされ、道後温泉駅前の広場に集結します。多くの見物客が見守る中、男たちの威勢の良い掛け声とともにボルテージは最高潮に。いざ鉢合わせです。神輿が互いの男気をかけた激しい鉢合わせの連続に、見物客も惜しみない拍手を送ります。最後はお互いの健闘をたたえ、肩を組んで締めくくりました。思ったよりこうなんか意地のぶつけ合いって感じがして、なんか持っていかれましたね、心。去年よりかはもうさらにも制限も何もなくて楽しく見れましたね。もう楽しかったです。もう迫力あっても最高ですよ、本当。今年は多くの外国人も会場を訪れ、日本の伝統行事をリアルに体感していました。ミャンマーからです。ミャンマーから来ました。ブスクスカルとか、ね、人が 大勢来て面白かったです。すごかったです。台湾から来ました。みんなの髪のデザインはかっこいいです。みんなはインパクトはないね。ただこれです。インパクトはいいですね。from Belgium. I watched the whole festival. It was really cool. Yeah. Was it really an experience? First time seeing it, so. なくしたくない伝統の祭り。かき手たちの熱い思いのぶつかり合いが松山の秋を彩ります。